下からおいで、下ダメよ、下かじったらダメよ。だから。うん、可愛いですか。今日町田さんとね、病院来てます。僕の毛の経過をね。あのいつもお世話になってる山川先生ですね。これで、これで、これまたカルテ。今日できるか。難しいね。爪切りしたいですね。爪切りしたいです。うん、なんかねじっちゃいそうだね、指を。うんこして痛い僕。はいはいはい。大きい起こしてでかー痛い僕。分かった分かった分かった。ご飯の前今作ってるからちょっと待って。分かった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 。痛い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 。どうした今日おこちゃん。いや痛い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 。どうかお許しください。トマトも食べた。うん、あのね、すごい量が多く見えるんですけど、ほとんど落としてしまうんですよ。なので、結構多めでね。うん、大人も食べないよ。おいえ。エビすくって食べてる。うん。水も食べて、おいしい。お前、キウイの食い方よ。おいしい。いちいち寝てる。おやお前なんで口から落とすんだよ。
あ、いい感じで丸くなったな。あゆさんの技術も進歩だな。舐めたろうか。そういう休み方、そういう休み方、タンクもそうだし、顔が、顔するから。雑巾。背中が、そういう状況で。これだけでこう抜けちゃう。あまり抜けが悪かったらお手伝いねしてあげるんですけど、できるだけね自分で抜けるでしょうってことで。太ったの。どうしたどうした頭にまたご飯のカスいっぱいくっつけてるよ。頭にご飯のカスつけるの好きだな。ちょっと待って、さあちゃん頭いい。
な。寝ちゃうじゃん。寝ちゃうね、いつもね、ちゃんね。バレちゃうね。寝顔がもうおじいちゃん。もう寝顔が。逆の足。熱。熱い。眠いから熱い。ちょこちゃん今ダメよ。危ないよ。